ちは総合的な探究の時間にジオパークの研究をしています。本日はよろしくお願いいたします。それでは講座の第1部を始めます。鍵山先生お願いします。はい、それでは始めさせていただきます。先月からこの形式でやり始めているんですけれども、先月のジオパーク道場にはたくさんのいいご質問をいただきました。で、その中の一つが、微動の観測ってどうやってるのかなっていうのが、実際よくお分かりになってないというような感じのご質問でしたので、今回はですね、中岳の活動レベルが1であるということに加えて、微動観測っていうのはどうやっているのかということについて、簡単にご説明をしたいと思います。まず、火山性微動っていうのは何かって、火山性微動って言ってもいろいろありますが、ずっと連続的に発生している微動のことなんですね。で、この連続微動っていうのはどういうものかっていうと、実は、阿蘇中岳の第一火口から第四火口にかけて、地下にですね、1キロぐらいの深さのところに、割れ目があって、これを私たちはクラック状火道と言ってます。このクラック状火道というところを噴火の時にはマグマですし、普段は火山ガスが通過してきているわけですね。そこに、長周期の微動というのが起きています。で、このクラック状火道が終わるあたりですね、ここが火口底なんですけれども、火口底とクラック状火道のちょうどつなぐようなところで、連続的に常に振動が起きている。これが連続微動と言われているものです。火山ガスが上昇するに伴って地面が振動していると思われるものなんですね。で、これの、実際の波形なんですけど、これが5分間ですね。ですから、だいたい10分ぐらいのところで見ると、これは砂千里という京都大学の観測点ですけど、こういうふうにずっと地面が揺れ続けている。それから、このもうちょっと、これが2013年の12月15日だったんですけど、2014年の1月1日になると、この振幅がもっと大きくなって、激しく揺れているということがわかりますよね。その次に1月15日であるとか25日になると、こんなふうに、振幅としては非常に小さくなりますけど、時々ピコンピコンとこう変な振動が出ています。これは長周期地震計の方で見るとですね、こんな風にちょうどクラック状稼働で発生している時々こう大きな振動が起きている。こういうものに変わっているわけですね。ですから、クラック状稼働では長周期微動が起きていて、火口直下では連続微動が起きています。で、活動が活発になってくると、振幅が大きくなってくると。ですから、これを福岡管区気象台までテレメーターして、常時見ているんですけれども、その時に、その時にですね、ある振幅よりも大きくなると、アラームが鳴るというふうになっているわけです。これをですね、どんなふうに実際に観測しているかというとですね、この黄色く塗ってるのが地震計であって、連続微動であるとか、普通の地震などを捉えることができるようなものです。ここに中岳の第一火口から第四火口がありますけど、その火口をだいたい取り囲むように観測点がばらまかれているということがわかると思います。で、もっと広いところに、さらに広域のネットというのがあるんですね。それから、この、空白の四角ですけど、これ空振計って言ってるんですけど、空振計は割と火口のすぐ近くにあります。で、これは噴火が起きると激しく空気が振動しますので、普通に地震が起きてるとか微動が起きてるっていうのではなくて、あ、これ何らかの、流体が噴出したなっていうことがわかる。噴火が起きたっていうことを確認するのにとても便利ですから、空振計というのも置いてあります。で、これを火口を囲むように置いてあるっていうこともあるんですけど、贅沢な場合には火口を取り囲むように置きます。で、そうすると、その音波速度を逆算してやると、
どこで噴火が発生したのか、どこで、流体が激しく流、まあ、噴出してきたか、というようなことを知ることができるわけですね。ですから、地震計と空振計というのは、主にセットで観測をされています。からもう一つ監視カメラっていうのがあって、これは噴火の発生などを確認したり、それから夜は火影があるかないかを確認するとかですね。だから昼間でしたら噴煙の高さを測定すると。こういうものに使われています。このあたりは、この辺に、監視カメラが置いてあるわけですね。で、まあ、おおよそ観測についてお話ししたんですけど、まあ、今月というか先月の中岳の活動のレベルとしては1であって、まあ、前の月と同じです。で、火山活動は低下した状態なんですけれども、だけど、火山性微動は変動している。小さいけど変動しているとかです。それから火山ガス放出量というのも少ない状態となっています。ですから、全く静かな状態ではないということがわかります。はい。次の図なんですけれども、これは、火山性微動が上の段ですね。ここにこんな風に、ほんの少しだけど微動が発生しています。それから火山ガスの方を見ると、こういう風に10月の噴火の時に大きくなってきましたけど、今ずっと小さくなっていて、まあ今1000トン以下、数百トンというものになっているわけです。火山性微動、これ6月の状態なんですけれども、ここは機器がちょっとおかしくなったっていうんで、異常に大きくなったんですけど、それ以外のところで、まあ基本1マイクロメーターパーセック、まあ非常に小さい状態ではあるんですけど、全くこう、ベタに静かということではなくて、時々こういうふうにぐーっと上がっていって、また小さくなったりとか、ここでも大きくなっていって、ストンと落ちるとかですね。こういうことをずっと繰り返しています。ですから、中岳の活動というのは全く静かなものではなくて、やはりこうやって時々息をしているということですね。まあ、翻って考えると、火山ガスが少なくなったとは言っても、1日に500トンとか600トン出てますから、これはよその火山で見たらもうとんでもなく活発な状態なんですね。こういったものが続いているということになります。で、今回のまとめとしては、気象庁の、まあ、火山活動の監視体制の一部をご紹介しました。地震微動観測であるとか、空振観測、監視カメラなどについてご説明をしました。他の観測項目ももっともっと大事なものがいっぱいありますけど、それは次回以降ご説明していきたいと思います。前半のお話は以上です。鍵山先生、ありがとうございました。それでは第1部の質疑応答に移ります。何かご質問はありますか？はい。この火山の活動の監視は、どのようなものに、使われたりするんですか？この活動監視をすることによって、どのようなのがに使われるんですか？ですね、阿蘇山の火山の観測データっていうのは、気象庁の福岡管区気象台に全部送られています。で、他の大学の研究施設であるとか、国立防災研究センターなんかのデータも全部提供されて、福岡管区で見てるんですね。で、彼らは、常に24時間、こういう振動などを、ウォッチしているんですね。監視していて、異常が出てくると、すぐにその異常を自分たちが分かって、他の観測データと比べながら、これは本当に異常だということが分かった場合には、すぐに火山警報というのを出すようになっています。で、それがどれぐらいの規模になるかということで、噴火警戒レベルが2であるとか3であるとかっていうようなことを判断して、それを気象庁として発表します。から、それとは別に、地元の自治体に対してこういう状態だということを説明しているわけですね。で、それを、自治体は受けて、必要な規制などをかけるというようなことが
すぐ動くように取り決めがされています。でもちろんこれ監視業務だけでやってるわけではなくて、こういうデータをやることによって、例えば何か変な活動があったりとか、まあ去年の10月20日の噴火だってどういう状態でそういう噴火に至ったのかといったことを研究する材料として、このデータは全部使われているわけですね。ですから、こういう監視技術っていうのは完成されたものではなくて、常に新しくいろんな知見を入れながら少しずついいものにしていくっていう努力は研究者であるとか気象庁がずっと続けているということになります。ということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。他に質問はありませんか。質問がないようなので、第2部を始めたいに移りたいと思います。